川畑かなめ川畑かなめは日本の男性ミュージシャン。2001年にケミストリーとしてデビュー。2013年頃からソロとして本格的活動を開始。身長173センチメートル、血液型、A 型。東京都葛飾区亀有出身。葛飾区立亀有中学校卒業。中学校卒業後アルバイトを転々とし、19歳頃から、 本格的に歌手を志す。オーディション時は建築関連のアルバイトをしており、東京ディズニーランドのプーさんのハニーハントの工事に携わった。背中と両腕にタトゥーを入れている。体を鍛えることを趣味とし、キックボクシングジムに通っている。日本酒、漬物を苦手とし、もんじゃ、韓国料理、漫画は、ワンピースを好み、好きなアーティストは、アール・ケリーであり。 アメリカの R&B に詳しい。信仰の深い芸能人は、ジョンテ、塚本隆史、矢作犬である。朗読劇では、乱視のため、メガネをかけている。ギターを演奏できる。立ち位置は向かって、右。川畑のファンクラブ名は、金目屋。バラエティに積極的であり、ナインティナインの岡村隆史から、ケミストリーのツッコミと呼ばれ、不本意ながらキレゲ芸を披露していた。 ゼロテレビにてのあだ名は、川端ちゃん。初回登場時にレコーディングスタジオを汚したスタッフの代わりに外にモップを取りに行くと岡村に打ち鍵をかけられ入れなくなってしまった。それが受け、年末の同番組ベスト10に8位にランクイン。呼ばれた際に再び打ち鍵をかけられていた。ちょうど初回登場時に制作していたアルバムが完成していたため、宣伝をしようとするも、 音源がないためよし行くぞのドリームを歌う羽目になった。また、おもくり監督では思うとの歌い手を務めていた。帽子がトレードマークの一つとなっている。コレクションは100種類近くにもなるという。なお、メンバーの心境等を綴った、一人一人では帽子をかぶらない姿を見せたくない胸のことを語っていたが、2008年夏以降、 段階的に帽子を被らない姿を見せるようになり、一時期はほぼ帽子なしでメディアに登場していた。ただし、2015年初頭以降は再び帽子をこうむるようになっている。なお、帽子を被り始めた頃は坊主頭だったとのことだが、それがはっきりわかるような写真、映像は公開されていない。また、デビュー前は長髪にしていたことがある。 現在の髪の長さは中程度で金色に染めている。デビュー当時はサングラスを耳から顎の下へぶら下げる独特のスタイルが話題を集めた。それ以前は坊主頭の額にサングラスを着用していたが、テレビ映りを考え頭にバンダナを巻くようになり、残ったサングラスの場所を考えた結果こうなったとの、こと自動車を頻繁に買い替えている。おぎやはぎの愛車編で機能か。 ノーライフ、でその愛車遍歴を公表している。2012年4月7日、コンサートツアー、ケミストリーツアー2012、トリニティマイナスの沖縄での最終公演で、ケミストリーの活動を一旦休止して、それぞれのソロ活動に専念することを発表。翌日4月8日には、活動休止についてのメッセージが公式サイトに掲載された。1月クールに放送された。 テレビドラマ、ハングリーでドラマ初出演を果たした川畑は、6月16.17日開催の朗読サマーウォーズに出演。6月24日、川畑はツイッターにて1週間内に、広報局、フライイン、ツーザサンライズと東京ガールの視聴公開、意見を募集。東京ガールが10月3日、発売、2013年2月1日公開映画。 ベルセルク黄金時代編3コーリングエンディングテーマブレイクスルーが収録されているブレイクスルーレッツセイアイドゥを1月30日発売アルバムレイを6月12日に発売6月22日バンコクにて J-POP シグネチャーインバンコックに参加カナメ川端ライブツアー2013レを7月5日より開催12月18日 ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズへの移籍を発表。ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズは4月1日より株式会社ソニーミュージックレーベルズに吸収統合。2014年1月29日、ホームを配信シングル発売。川畑が出演するライブではルイ、ケイスケ、ノスケが参加。2014年2月21日に心ノートもカバーをインドネシア、 3月12日国内配信サイトにて配信開始。2014年12月13日葛飾区新前大使就任。2017年2月28日ケミストリーライブ2017数マイナスにてケミストリー活動再開。2019年アパレルブランドローカス40を立ち上げ。2020年10月3日ソロ活動に関しては個人事務所である。 タートルエンタテインメントの代表取締役兼アーティストとして活動していくと発表。ケミストリーの活動に関しては引き続きソニーミュージックアーティストでマネージメント業務を行う。オリジナルアルバムその他アルバム2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。